はい、バットレトロゲームチャンネルです。なんか車両紹介ね、トレインシミュレーターのビデオ好きですね、あるんで、車両紹介があるんで、直径ですね。あ、こういう解説がね、ありますね。ちゃんとね、動画付きで解説してくれてますね。すごいね。あ、これもなんかエンディングで見た映像ですね。あ、これもなんかエンディングで見た映像だな。昭和51年に登場したんだね。なんかこれだけ見ると東横線みたいだね。昔のなんか東急東横線。まあこういう感じですね。じゃあ今度は新20系ですね。2002年に登場した車両なんだ。これは新しいんだね。ほう、移動式線には平成3年に登場した。ああ、ワンハンドルなんだね。省エネエネルギー、省エネルギー性に優れたってやつか。環境に優しいってことか。あ、まあこういうのがあります。で、最後はこれですね。ポールスター、昭和61年に登場した車両なんだね。なんかね、新しそうだけどね。ポールスターって書いて名前がついてますからね。今紹介した車両の中で一番新しそうな雰囲気はあったんですけど、違うんですね。かっこいいね。そして見るとなんかね、リニアモーターカーって言ってんの。まあこういう動画付きで見れるという感じですね。と、まあこういった感じですかね。あ、これスペックも見れるんですね。これもスペックが見れると。じゃあポールスターも見れるのかな。まず新宿系、あ、スペックも見れる。まあこういう感じですね。でこれもスペックが見れると。まあこういうおまけモードがあるということですね。標識の説明、まあ、進行信号とかね、減速信号、注意信号、警戒信号。警戒信号はあの上級編の最後、終点ですね。千里中央まで行った時の上級じゃないか、千里中央直前になんか警戒信号が出てくる。じゃあこういう効果あったっけ。これ標識見えないんだよね、真っ暗で。まあこういう標識の説明があります。まあオプションもね、一応見てみると、あ、セーブロード、環境設定、一応見てみる。まあこういう風にね、あの字幕の表示をねオフにしたりすることもできるっていう運転で、試験成績も参加コースとこういう風にね100点、まあちょっと無理ですねこれね。はい、といった感じでね、この辺で、おまけモードっていうんですかね、終わりにしたいと思います。ありがとうございました。